こんにちは、10月11日から、下北沢トリュートという映画館で公開される梅田優子の告白という映画の監督の深谷佐子です。梅田優子っていうその元気ですごく活発な女の子がこう前にとにかく前に進もうと頑張ってるお話なんですけど、その中でその体だけじゃなくて本当にその男の人を好きになる、それからこうどうなっていくのかみたいな、そんな話になってます。できるだけいろんな世代の人たちに見てもらいたいんですけど、その中でも特に、私まだ20歳なんですけど、私と同世代の女の子だったりとか、まあ、それよりちょっと上の世代の女の子たちに見てもらいたいです。私が初めて、監督した映画なので、皆さん下北沢トリュートまでぜひ元気で活発な梅田優子に会いに来てください。私も、映画館になるべくいますので、よろしくお願いします。